我々のスタンスで、新しい新総裁にを含めた、新しい政府の方に、政府与党の方に、対峙をしていきたいというふうには思います。なんか小泉さんが人気なのかと思ってました。うん、私も小泉さんは3位だった。3位だったんですか。直接何かすごく変わるっていうのがあんまりなんか実感できない。期待度で言うとどれくらいですか。 50% でどう30% で人柄が優しそうだし、あまり過激なことも発言はされない感じに見受けられるので、やはり平和な外交を含めできるのかなと。高市さんになると思ってたので、はい、まだちょっと早かったのかなっていう。個人的には話し方も丁寧で分かりやすいと前から思っていたのし、真面目な印象が強かったので応援したいと思います、そうですね、今まであったいろんな裏金問題とか、全部クリアにしていくのは難しいかもしれないですけど、一つ一つ今までの悪いところを変えていっていただけたらいいなと思います